ゲームス。プリンセスコネクトリダイブ。クロチェ、頼みます。はい、ダブルロケットパンチ。クローチェちゃん、ライレールさん。騎士、皆様、状況はどうなっていますか？簡単に説明すると、なるほど、ナイトさんのお友達のおかげで人質の子は無事なんですね。はい、ですがエリス様の魔力の守りがいつまで持つかわからないため、急ぎレディ・アラクネを撃破しなくてはなりません。リンド様たちや居住区の方々はネフィーネラ様が守護してくださっておりますが、かなり拮抗しているとのことですので、すごく急ごう。ちょっと誉れ、道はこっちで合ってんでしょうね。うん、合ってる合ってる。でも地下の巣穴から雲の魔物がいっぱい出てきてるね。巣の前に砂糖を置かれたアリみたく、わらわらーって。雲の魔物以外にも、フレイヤやバンディシスターズにも警戒をしなくてはなりませんが。上等じゃない。全部ぶっ殺して、一番奥のボス雲ほじくり出してやるわ。はい、アラクネを倒して、シェフィーちゃんを助け出しましょう。現れましたね、バンディシスターズ。どうも。来やがったね、腹ペコ王女ども。今度こそ決着をつけさせてもらうよ。ヤマトさん、王家の装備は渡しませんよ。ち、今更あんなもんはいかねえが、当選簿のついでにお前たちの命をもらってやるって言ってんだよ。
リアさん、コロッセオの時もですが、やはりヤマト様たちらしくないとは思いませんか？はい、アラクネの意図で操られているわけではないとしたら、どうして？来るよ。こいつら、前に戦った時よりもなんかパワーアップしてるし、気抜いてんじゃないわよ、あんたたち。はい、オーケの装備、ヤマネがいらなくても僕がもらってあげるっての。サメちゃんの修理代に。これでお開きです。ぶつ切りだよ、テンスワインディング。闇を売れ。ざまみね。ハロウィンの平和は守られた。参るわけないだろうが。そうそう、バカにすんなもいい加減にしろっつーの。まだこれほどの力が。怒りが力に変わってるのかも。でもそんなものに負けませんよ。まだやるの？やっぱり。今度こそ雑魚兄さん通り越して稚魚兄さんになっちゃえ。アズとはこれまで何度も戦っておりますが、今回はかつてないほどの力を感じます。ひるんでる場合じゃないわ。エリスのやつもいつまでシェフィーを守ってられるかわかんないし、急ぎましょう。はい、立ちふさがるなら何度だってやっつけちゃいます。このまま行けばきっと間に合うはずですから。あれがアラクネの巣の入り口。入念な偽装が施されております。誉れ様の案内なしでは分かりませんでしたね。どういたしまして。でも気をつけて、雲の魔物はまだまだいるっぽいよ。はい、気をつけて突入しましょう。みんな避けて。危ない！攻撃魔法で不意打ちとかいい根性してるじゃない。フレイヤー！残念です。今ので済んでいれば怪しい話だったのですが。そう簡単には終われません。シェフィー様は私たちを待っているのですから。はい、邪魔するなら
今度こそ倒させてもらいますよ、フレイヤさん。魔物呼び。そういや、そんなこともできたわね、こいつ。この程度の魔物、姫の負担を減らすためにも瞬殺します。終わりにしましょう、グリム・ハイドランジア。全て無に返そう。やりますね。楽勝。アキラと一緒に戦うのワクワクするな。私もノエムがいるとついやりすぎちゃうよ。これほど苦戦するとは計算外ですね。以前の戦いでは手を抜いていたということでしょうか。うっさいわ。大事な奴が人質に取られたら必死になるに決まってるでしょうが。大事な、でもむしろ手抜きはそっちって感じじゃない。おまり様、このフレイヤって子のことを全然知らないけど、なんか怪しい感じがするんだよね。さっきの不意打ち攻撃魔法もギリ外してたっぽいし。え、それじゃあ。どうの誉れ、復活したばかりで随分と目が曇っているようですね。先ほどの攻撃は不意を打つことに集中しすぎてしまっただけのこと。次は根こそぎ消し飛ばします。まだまだやる気いっぱいって感じですけど、こいつをぶっ飛ばさなきゃ荒くねの巣に入れないわ。飛ばすよ。はい、大事なものを取り戻すために。そうですね、一人取り戻すなら代わりに一人失うのが道理でしょう。ではここで死になさい、プリンセスユースティアナ。フレイヤの魔法は厄介ですが、ここまではこちらが優勢のようでございます。そうですね、この勢いでフレイヤさんをやっつけちゃいましょう。待ってなさいよ、シェフィー。やばいですね、このまま時間を無駄にしてたらフレイヤさんの思うツボって感じです。シェフィー様の魂が荒くねに砕かれてしまえば私たちの負けでございます。そうならないよう急がなくては。手抜いてんじゃないわよあんたたち。こんなクズメガネさっさとぶっ飛ばすんだから。ここが荒くねの巣の最深部。そこら中にすごい宝石や黄金が飾ってありますね。キラキラ。クルル様のところから盗んだ魔宝石以外にも無数の金銀財宝が収集されているようですが。宝石なんかより、シェフィーちゃんどこですか。お待たせして申し訳ありません、シェフィー様。それにさっさと出てきなさい、アラクネ。ぶっ殺してやるから。我が人屋に土足で上がり、
天津さえそうもかまびすしく吠えるとは。あれがレディー・アラクネ、なんという巨体でしょう。大きすぎ。狭苦しい穴蔵でもてなしもな、それだけは詫びを言おうではないか。そんなのいらねえっての。観念してシェフィーを返しなさい。あんたを守る仲間はここにはいないわよ。仲間あの御用聞きや盗賊どもや宝石雲どもが仲間だと笑わせるでない。奴らはただの駒に過ぎぬ。我の腹がこなれるまでの時間を潰せぬ無能であることは否定せぬがな。そんな、自分のために戦ってくれた人たちを駒とか物を呼ばわりするだなんて。分かっておらぬなら教えてやろう。我にとっては貴様らもまた敵側の駒に他ならぬ。え、私たちを敵とも思ってないってことですか。我の計算を狂わせたのはエリスとかいう元管理者の介入のみ。そして我が敵手は最初からあの黒金の姫ただ一人のみ。舐めてんじゃないわよ。そんだけ図体バカでかかったら足元もおろそかになるってことかしらね。貴様らごとき舐める気も起きないわ。我の腹ごなしが済むまで遊んでくれよ。仕切り直しぞ。私たちに歯向かうからだ。余裕の勝利でしたね。死ねグリムバーン。あ、いきなり巣の最深部の手前に戻されちゃいましたよ。アラクネが引き下がると同時に空間跳躍の罠にかけられてしまったのでしょうか。罠っていうかただの移動用の魔法陣みたい。攻撃的な罠にばっかり注意を払ってたせいで見逃しちゃった。ごめん。あのクソクマ、この後に及んで時間稼ぎでもしようっての。貴様らの攻撃があまりにくだらなくてな。これなら昼寝でもした方がマシというものよ。なんですって。言うたであろう、我は腹ごなしのさなかだ。貴様らではその相手も務まらぬということよ。あ、アラクネに負わせた傷が回復していくようです。うわっ、くそー。いいわ、何度だってぶっ飛ばしてやるっての。はい。それに何度戻されたって必ずレディ・アラクネを追い詰めますよ。せいぜい遊んでいるのに。腹ごなしが終わり、法王から奪った全ての力が我がものとなるまでな。これがマク・アラクネ。世界を滅ぼしうると言われるのも納得の恐るべき力でございます。だからって負けてられないっての。世界を滅ぼしそうな連中とならこれまで何度も戦ってきてるんだから。はい、シェフィーちゃんはもうすぐです。このまま一気に突破しちゃいましょう。プリンセスストライク。
こそ追い詰めましたよ。シェフィー様を返してくださいませ。図に乗るな、王色の姫。貴様らなど花から相手にしておらぬと言っておろうに。負け惜しみすんじゃないわよ。追いさらばえた法王から奪ってやった剣道、思いのほか消化に手間取ってしまったよ。がしかし貴様らと戯れたことでだいぶ腹がこなれてきたぞ。やはりたまには体を動かさねばならぬな。凄まじい魔力と熱がアラクネの体から溢れています。うわつ、こいつさっきまでとは比べ物にならない。熱いの来るよ。お兄さん、皆さん、私の後ろに。コッコロさん、援護お願いします。はい、風の精霊よ、我らに守りの加護を。我がねぐらを荒らした罪、我の求めてやまぬ世界をかっ歩した罪、さらには無礼な言葉の数々を国胆と化して帰りに償うがいい。貴様らが救いたいと願ってやまぬこの娘の目の前でな。鳴らしはこの程度でよかろうて。御用聞きよ、生きているなら門を開け。了解しました、レディ。あの魔法陣は空間跳躍に、逃げる気ですか。何よバカ、我に真の戦いはこれからぞ。シェフィー様が連れ去られてしまいます。追いかけるしかありません。ケルちゃん、プレシアちゃん、あの魔法陣が消えるの止められますか。ええ。足手まといらを守らなければ我に勝つ目もあったであろうに。さあこのジオゲヘナのすべてを我が傀儡としてくれようぞ。シェフィーよ。姫。おお、ぞろぞろとガン首揃え我の後を追ってきたか。力の差は思い知ったであろうに、愚かなことよな。
アラクネの頭が女の下に。このモンストレスの姿がレディアラクネの正体ですが、これはあまりにも魔力すごすぎですが、負けるわけには。我には理解の及ばぬことだが、貴様らはそれほどまでにこの竜の娘が恋しいか。しかし、あ、空からの糸がこんなに。しかもさっきまでより糸の動きがずっと速い。うん、鋭いです。避けきれない。黒金の姫の守りが失せた今、貴様らにより強化された傀儡の糸を防ぐ術はない。となれば、やばっ、体がまたあ、晴れやかだ。実に晴れやかな気持ちだ。これほどに胸がすくのはいつぶりのことか。法皇の権能は我がものとなった。かねてより我の邪魔をしてくれた唯一の生涯、黒金の姫は消えた。次は残りのシックスカラミティらも食い尽くし、我以外の持つありとあらゆる輝きを奪い尽くし、この血をゲヘナという狭苦しい檻を破ってやろう。そう、世界と世界を隔てるパーティションを破壊するのだ。この人なんて企みを。知ったとて貴様らには意味のないこと。我が意図にとらわれたハムシのごとき貴様らにはな。さあ、今度こそ我が小中にて互いの命を奪い合うがいい。暴食の姫とその仲間たちよ。知らずの虫けらども、最後には無論互いの刃で喉を切り合ってもらうが、その前に。シェフィちゃん、今の我ならばエリスとやらの防御魔法も紙切れ同然。となれば貴様らが死ぬ前にようやっと拝ませてやるでな。この娘の魂が砕け散り、無へと帰す様を。くのー、やめろって言ってるでしょうが。鬼、
届いた。なんとか鬼だけ。あなたは危険です。一人じゃ。アキラ様から託された大切なプログラム、必ずや主様にお届けいたします。お父様といい、アキラ様といい、私はどうも大事なものを預かることが多いように思いますね。そう、君にとって、そして私たちにとって、とっても大事なものさ。ロストした人の魂を元の体に戻す蘇生魔法、コンプレッションデータをアバター状態にするプログラム、まあ要するに回答ソフトの超すごい版みたいな感じかな。人に助けたところで、やってみなくちゃわからないわ、チェンジプリンセスフォーム。
それなら多分大丈夫かも。え、おまれさん、それに大丈夫ってみんなの仲間が今そっちに向かってるから。仲間って、ナーナさん、やっと着いた。ケイ、何あの大きい雲。ナーナ様、危険です。どうかお下がりください。てかあんた、何しに来たのよ。しまいましたが、どうかご安心を。アルターメイデンの皆さんに以前お約束したように、偉大にして優雅な法王が癒しの加護を差し上げましょう。それー、傷治った。助かりました、法王様。力をなくした経絡不正が。あなたが持ってっちゃった私の力、必ず返してもらいますから、やっちゃってください、騎士さんたち。ありがとうございます、ほうちゃん、ナーナちゃん。おかげでまた全力全開で戦えます。いいえ、シェフィーちゃんが戻ってきてくれたんですから。さっきまでの私たちとは一味も二味も違いますよ。私が眠っている間に頼もしい仲間がたくさん増えたみたいね。ぜひ紹介してもらいたいけど、まずは必ずこの戦いに勝利しましょう。飛んでみせる。この力でみんなを。ストルムシャンス。さすがにゃ。せ、しまっすりだ。別れは済んだか。さあ今はの際ぞ。フェイタルブロールスパイラル。誰よりも高く飛んでみせる。ストルムシャンス。お許さん。おかえりなさい。ただいま。